Timmy. メモリーカードを選んで、ファイルを選んでください。キャラクターを選んでください。準備完了。もはよし、起動成功じゃ。わしが見えるか？お前を作った天才科学者、ドクター・エッグマン様じゃ。お前はわしの作った E100 シリーズの製造番号2番、 E102、 コードネームはガンマじゃ。ガンマ。以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。このドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101 ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行け、ガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れ。ミッションコンプリート。ご苦労、ガンマよ。意外とやるではないか。よし、それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞。エッグキャリア乗船のための選抜テストである。入れよ、ベータ。 E シリーズの同系機、先輩ロボの E101 ベータが俺と戦い、勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つやろうが、一応やってみるがいい。ミッションコンプリート。おっほ、すごいぞガンマ。う
わしゃ最初からお前はやるものと思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア登場を許可する。ああ、お前もエッグキャリアに乗りたいのか。わかったわかった。まあ、なんかの足しにはなるじゃろう。特別に乗船を許す。本日は晴天なり。エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもないこの尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。そこで諸君らの使命だが、このカエルを草の根を分けても探し出し捕獲してきてほしい。ことは一刻を争う。早速出撃じゃ。ここは？データ照合。データなし。現在位置不明。困った。
違うのね。あなた、気がついた？あの子たちを守る存在、優しい人なの。放っておくと消えていってしまう小さい命を守って、彼がいるからあの子たちもああして安心して歌えるの。私も最初に見た時はびっくりしたんだけどね。でも父さんたちはあの子たちの最後の場所をも奪おうとするの。だから彼も心を閉ざしてしまった。いつか理解し合える日が来るといいんだけど。俺のが本物だ。いや、俺だ。俺の方が色がいい。カエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。これじゃ。これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。他のものは笑い箱じゃ。どこぞへ消えろ。お前には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行ってな。牢に女がいて小鳥を隠し持っとる。それを奪ってくるのじゃ。さあ、行け。ここか。間違えたようだ。嫌ったら嫌。なぜ
よ。じゃあ聞くわ、この子をどうするつもり？情報なし。知らないの？でもきっと熱くもてなしてはくれないでしょうね。ねえお願い、助けて。少しでもこの子をかわいそうと思う気持ちがあるなら。理解不能。なぜ関係ないもののため一生懸命になれるのか。理解不能。そっか、エクマンはそういうこと教えてくれないんだ。どうしたの小鳥さん。押し続けると少しの間宙に浮いていられるわ。よし、ブースターを取ったな。ならば大至急後部第一甲板まで来るのじゃ。急げよ。
エミ、なんか訳ありそうだな。ねえソニック、クルーレンどんどん高度が落ちてるよ。時間がない、テイルさ、エミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは、俺はエッグマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。ソニックったら、なんだかんだ言っても来てくれんのよね。ねえ大丈夫？ここはもう危ないみたい。あなたもエッグマンの言うことなんか聞いてないで早く逃げなさい。なぜ、なぜ助け、今度会うときは友達って言ったじゃない。この子もあなたのことこんなに心配してる。エッグマンのそばになんかじゃダメなんだからね。エミ、行くよ。E シリーズ仲間助ける。銃よ。攻撃すると爆発が広がって広範囲の敵を倒すことができるわ。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。
チェンジ。E103 デルタ E104 イプシロン救出完了 E105 ゼータ E101 ベータ所在不明もしやまだエッグキャリアに行き列車まもなく発車いたします。
E シリーズデータサーチ開始。該当ありホットシェルターや E シリーズの存在を確認。ホットシェルターのロックを解除する。
B105 で救出完了。B105 ゼータ救出完了。残るは僕は
キャラクターを選んでください。